皆様こんにちは、カモメです。ストーンシャドウ続きからやっていきたいと思います。前回は、ベレンがやっと牢屋を抜けてですね、教会、潰れかかった教会にたどり着いたところで終わりました。さあどんな感じになっていくのか楽しみですね。早速プレイしていきましょう。うわ、すごい堕落した教会。体調万全にしておいた方がなんか良さそうだな。これ食べて飲んで、いいね。これもいいか。いいね、これで。はい、誰だ。あ、ここの人が喋ってる。ダレル、ベレン生きていたのか。できる限り早く逃げろ。リンバルド、ダメだ、俺たちを置いて逃げるんじゃ。どっちやねん。アールズ、頼む、そいつを止めてくれ。アルコン、これは招かれざる客が来たようだ。殺すのは最後にしてやろうと思っていたが、自らここに来たからにはな。もういかにも悪役なセリフ。つまりお前がこの狂気全ての黒幕というわけだな。代償は支払ってもらうぞ。かっこいい、ベレン。思い上がるなよ、周りを見てみるがいい。お前はもう終わりだ。ストーンシャードとお前の魂はすぐに高貴なる意志に捧げられるんだよ。意志と意志をかけてるのかな、ストーン。そういうわけじゃない。待て、宮廷はお前の勇気を叩いている。お前なら我々によく使えられるだろう。武器を下ろせば命を助けてやってもいい。お答え、早っ、食い気味。お断りだ、怪物め。では我々の慈悲を拒否するのというのだな。儀式を始めよう。カヤノス・ミルーフ。え、待って、あ、何も反応し、像を破壊せよって出てる。おー、魔法効く？効かねえじゃん。痛い。やばい、危な。これで破壊できたの？おまらか。痛え。アルコン、私を止められると思っているのか。これ回復した方がいいのかな。これ食えばいいか。戦闘中になんて悠長な。よし、とりあえず。おい、こんな野郎。叩け。おい、回復してるぞあいつ。殴った方が早い。よっしゃ、遅かったな。お前の戦いは無駄に終わる。私は高みへと登る。え、死んじゃってない。え、何、キモ。なんと哀れな、汚らしい獣め。獣になっちゃったよ。ああ、なんかこれやばそうだな。ああ、超痛え。おい、マジかよ。
どうすりゃいいんだ。なんか回復みたいのないの。やめろ。あ、なんかピヨった。いてえ、死にそう。で、椅子にぶつけて、そんなのあり？で、そんな。距離取りやがって。弓とかの方がいいのか。わっ、あー全然当たんない。食うとる場合か。ここで止まるのか。よ、体力とか。暗い。そして暗い。一歩下がる。よし、こ、攻撃、さらに攻撃、ブロックいいね。上、攻撃、下、よし、攻撃、よーし、やった。なんて地獄のような旅なんだ。誰だよ、アールズ。リンバルト、ベレン、聞きたいことが山ほどある。今はその時じゃない。ストーンシャードは手に入れた。ここを脱出するぞ。なんだストーンシャードって。これわかんねえ。お、休んでる。話す。家族も財産も全て、俺たちはもう終わりだ。いい加減にしろ、リンバルド。少し黙れ。ベルンは死んだ。ロックも死んだ。ヨルゲンもだ。いつまでも死んじまったやつのことで泣いてるんじゃねえ。全てはお前が原因だ、ベレン。若造がおじけづくとでも考えたのか。少なくとも俺に伝えることはできたはずだ。穴掘りが少しあるかもしれないが、簡単な仕事だ。お前はあの人食いの群れを見ても簡単な仕事だというのか。なんかベレンが受けた仕事だったんだね。キレも狂ったのか。俺がお前に嘘をついていただと。グミネルは修道院が何十年も放置されていたと断言したんだ。あ、仕事を渡した人かな。つまりグミネルが絶体絶命のお膳立てをしたというのか。わからんが違うと思いたい。これは一種の失敗だ。その失敗のせいで俺たちの半数が死んだ。分かっている。俺だって疑問はたくさんあるんだ。だが信じてくれ。契約を果たせばグイネラはその全ての疑問に答えてくれるはずだ。
すまないな、ベレン。俺たちはここでお別れだ。キャラバンはもうコリゴリだ。リンバルドとアルズ。そして俺はブリンに戻る。何年もかけた後で、それか、助けてやったばかりじゃないか。お前は自ら誘い込んだ罠から俺たちを救い出しただけだ。昔の俺たちにはどこにどんな仕事があるかなんて分かっていたんだ。だがグイネルと行動を共にするようになってから、さりげなく不幸に見舞われたグイネルが何を隠しているのか、なぜストーンシャードが必要なのか、そしてこの忌々しいストーンシャードがそもそも何なのかを知りたいだけなんだ。ああ、ストーンシャードを取りに行けってずっと言われてんだ。お前が金のことばかり考えている間、俺たちはあらゆることについてわずかな知識すらも得れなかった。だが死を代償に何を得た、もはやこれまでだ。仲間割れになっちったね。勝手にしろ、俺は契約に縛られているからな。お前らなしでもやり遂げてやる。うせやがれ。あら、喧嘩しちゃったよ。オスブルック、1週間後。そして今俺はここにいる。キャラバンは消滅し、俺の足は不自由になり、部下の半分は死に、残りの半分は脱走者と裏切り者だ。生体の加護のおかげで少なくともストーンシャードは手に入れることはできたと。ああ。もし俺が悪魔のカルト集団を相手にしなければならないことを知っていたら、混乱に陥る前に3度考えただろう。こんな冒険をするには俺は年を取りすぎていたからな。ああ、今グイネルと話すことができたら一体全体どうなるのかを聞きたいもんだ。この仕事を30年間続けてきたが、自分がこんなに苦しい立場に置かれるなんて思ってもみなかったよ。俺はブリに戻る必要がある。一人で行けそうにないからお前を呼びに行かせた。あの時俺がどうやってお前を助けたか覚えているか。そうだ、鬼報いる時だ。だが本当に久しぶりだな。お前は一体何をしてたんだ、教えてくれ。あ、選べってこと。じゃあ俺ディルウィンにしよう。ストーリーがちゃんとある。王家のレインジャーだったんだね。お、ちょうど斧が得意武器にある。これにしよう。それは本当か、面白い。ともかくおしゃべりはここまで仕事に取りかかるんだ。これは取引だ。こんな足じゃブリンまで歩いていくことはできない。だから俺を背負うつもりじゃなかったら荷馬車がいる、馬も必要だ。だが俺たちはついている。お前がいない間に俺は村の長老と話をつけた。3つの契約を履行すれば彼らは荷馬車、荷車1台と馬2頭くれるそうだ。契約について心配する必要はない。何も特別なもんじゃない。不死の問題は盗賊にどう対処すればいいか、お前にアドバイスが必要だとも思わん。詳しくは長老に聞いてくれ。すぐに会いに行けよ。グーグーするんじゃないぞ。そうだ、忘れていた。これはこの地域の地図だ。俺よりお前に必要なものだろう。はあ。この地域の出来事については宿屋の主人に聞け。おしゃべりなやつだから質問には何でも答えてくれるだろう。分かったらさっとさっと行け。うまくやれよ。はあ。おっさんはもう膝に矢を受けてしまった的な感じで引退なのかな。ベレン、何か質問あるか。そうだね、グイネル、雇い主、誰なんだ。奴のこと知らないなんて驚きだ。高名な錬金術師で前の宮廷医師だ。王様にも仕えてる錬金術師なんだって。アルドール山脈のこっち側で奴より優れた学者はいない。聞いた話によればエトベルト王は筆頭顧問よりも彼のことを信頼していたそうだ。そんな話は全く知らなかった。やつは空虚かな言葉に過ぎない。あいつらが考えているのは金のことばかりだ。これ皮肉だな。昔は良かった。傭兵はまともだった。騎士は高貴だった。皮肉はやめてくれ。俺はお前の話をしてるんじゃない。奴らは修道院の中に足を踏み入れてさえいないと断言できる。チラッと見て問題なし。よしってやつだね。報酬を要求する、報酬を請求する時間だってなもんさ。失態だよ。
何か話はあるか？さよなら。もう話長えよ、おっさん。あ、コップ取れた。コップ。コップ取れた。3ゴールドで売れるぞ、このコップ。猫ちゃん。猫ちゃんは何もできない。ポットも、ジョッキも、バケツも。どうなってんだ、これ。売り物を見せてくれ。売れるじゃん。はい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 。いいのこれ。はい。いいじゃないですか。これで閉じれば売ったことになるのか。はあ。さあ、長い話が終わったぞ。オスブルックの長老と話せ。キャラバンを集めろ。多分ここのいる場所がオスブルックなんだろうね。完熟の果物しか置いてないよーとか。武器はこれかな。コンバットマスタリー。はあ、結構値段するな。買えないじゃんね。アスレチックとか。売り物見せてくれ。武器。やっぱ男なら斧っしょ。たけえ。どれも買えねえ。とりあえず弓当たんないから撃っちまって。バール。会場と罠の解除。へえ、こっちは会場だけなんだ。バールなんてもあんだね。ヘリングの斧が買える。よし、これでいこう。またバケツ拾った。あとはちょっとだけお金になる。うわ、高えな。買えないよ。へえ、ベルト。ここが防具屋か。盾が欲しいんだが。このおっさんはユルグ。売り物を見せてほしい。あ、盾売ってるね。それぞれ効果があるね。買えない。これでいっか。良さそうだね。売り物。時間経過で腐敗しないだって。じゃあこれ買ってこ。金がねえんだ。あ、腐敗まで何日って書いてある。4日、5日。そうなんだ。ひえー、ソーセージは効率が良さそうだね。えへへ、ありがとさん。売り物安っ。こいつにも売れるんだ。あ、長老これか。急に英語。オダール。いくつか頼みたい仕事があるんだ。今ある契約はこれだ。盗賊のネグラと奪われた荷物、どちらの話を聞くかい。奪われた荷物。このところ道の安全が脅かされるようになっている。ブリンへと穀物を売りに行くのがオスブルックの唯一の収入源なんだが、ネールブスと陣地を出城にしている盗賊どものせいで、それも簡単じゃなくなってしまった。やつらは我々が送った全ての荷車を襲っているありさまだ。村人はほとほと困り果てている。そこで君にネールベスト陣地へ向かい、狩猟を
殺害し、盗まれた品物を取り戻してほしいんだ。報酬はしっかり払う。考えてみてほしい。OK。4日以内、どうのこうの。下行ってないけど。ほぼお店だな。ほい。話しかけるよりも先に盗む。なんもない。はい。売り物見せてくれ。これ売る。自分家の壺売られる、買い取りされるのはどういう気分？回復アイテム買っとこう。体力の、活力のエッセンス。体力補充だって。結成。添え木とか一個持ってった方がいいかな。骨折れたらあれだもんね。うわ、もうお金がない。これなんだ？ヒル。わあ、キモ。あ、なんかスキル一個増えれるぞ。斧でしょ。あれ、まだ触れる？あと一個。盾。まだマスタリーが使えない。生贄の奉納。これはアクティブ。ディール8クラッシングダメージ with 66% チャンスとノックザターゲットバック。蹴りくれて相手をノックバックさせる技みたいな感じなんかな。運動技能、これもまあなんか振っていけばどんどん強いスキルがあるんかね。じゃあ振ろう。まあ、距離開けられれば次相手に詰めさせた時にこっちがまた先手取れるからね。そういう戦い方もできそうだ。ほいで、クエストはネイルベスト陣地に向かえ。確かマップあるって言ってたよね。これか。ネイルベスト陣地。今いるのはオスブルック。下だね。下に、下から出よう。